シャンコロワンダッチャ。シャンコロワンダぜ。今回はこのクッソまずい飲み物の紹介したくないよ。仙台牛タンサイダー。紹介したくないくらいまずいのか。牛タンの味するねんな。まあ、牛タンサイダーって書いてあるしな。確かに牛タンの再現度は高いんだけど、サイダーにする必要性はなかったよ。ネタな飲み物臭いしな。もはや、罰ゲームレベルの飲み物ですよ。すごいまずいってなんとなくわかるわ。牛タンの味がしてサイダーの炭酸と甘みと油っぽさが喉に突き刺さる。うわぁ。近所のスーパーに売ってたんだけど、仙台名物だし、普通は仙台でしか売ってないのかな。よくわからんけど珍しいのかもな。ぜひ、みんなも飲んでみてね。まずいの人に勧めるなよ。自分はまずかったけど、好きな人だっているんだよー。確かにそうだけど、うまいもの勧める方がいいだろ。じゃあ、この飲み物はくっそうまいんで飲んでね。おい、うまいものを勧めた方がいいって言うからさ。それじゃ言い換えただけだろ。だってこれ飲んでもらいたいんだもん。なんで？自分だけまずいの飲んだとかひどい、みんなにもまずさを味わってほしいんだよ。クソみたいな理由だぜ。クソみたいなサイダーに無駄金使った値と同じになってほしい。そんなことを人に求めるなよな。やだやだやだー。あたいが不幸にあったらみんなも不幸になってほしいよー。どんだけす野郎が。デヘペロ。ご視聴ありがとうございました。